対する紅組はモノマネディーバ鈴木真由。菅田将暉主演ドラマの主題歌あいみょんの愛を知るまではモノマネ紅白が誇る歌姫鈴木真由が完全再現。さてのなる方へと導いたのは誰でもない自分自身なのに自信がないよ笑っちゃうな。もたついている空気が抜けたままの体ああ誰にもないものを持っていたいのにな。無やりに抱きしめ死に受け止める愛を知るまでは死ねない私なのだ。導かれた運命たどって今日も明日も生きていこう。しのぶさんでございますけど琴音さんもやってますけど、いろんなレパートリーあるんですか。ミーシャさんとか鬼塚千尋さんとか、聞きたいミレイさんとかエミさんとかやっぱ高音出るしね。高音です熱唱系ができますから。モノマネの幅も広そうですね。またね次だって年末とかモノマネ王座ですから、いやいやとんでもない人現れましたよ。絶対行きたいです。ちょっと圧がさあ、ゆうとくんいかがでしたか。もうお二方とも、本当にすごすぎて、なんか普通に月9見てんのかなって気持ちもありますし思うよね。これから始まんのかな思うよね。いや思いましたし、やっぱあいみょんさんのモノマネはこれ、サビのなんかこのだってこの切り上げる感じっていうか、そうですそうです、これがもうね、うわっもうこれ見てる人にしか分かんないモノマネだと思って感動しちゃいました。